学校の3年生か4年生くらいですね、清水翔太さんが歌ってるのを見て、その熱を感じて、すごい鳥肌が立って、小学生ながらに、なんか自分もそういう風に与えれる人になりたいなと思って、今ここにいるって感じです。の活動を通してだんだん分かってくることも学べたこともあったので、それをたくさんの皆さんに伝えていけたらいいなと思っています。今携帯とかでも買えるので、車検を、日常のもう一環って感じになってます。電車の行きとかはだいたい競輪買う時間みたいな感じで選手の方も頑張ってその一着取ろうとしてる姿もめっちゃ感じます。日々練習して、そこでこう試合だったりレースだったりで発揮するので、今までしてきたこととかもなんか見てるとすごいパワーもらえます。スポーツはやってないんですけど、ダンスをやってました。実際に私がダンスしてた時は、そういうお客さんがいて、その熱を感じてもっと頑張ろうとか思えたりもしてたので、多分選手の方とかもそういうのはすごい大事なんじゃないかなとは思います。熱いものが実際に見ていただくと感じれるかなと思います。私の活動で皆さんにパワーを与えていけたらなって思ってます。